タクシーに搭載されたカーナビにディニー AV 一体型カーナビゲーションシステムの例三菱マルチエンターテインメントシステム AV 一体型インダッシュカーナビゲーションシステムの例パナソニックストラーダカーナビゲーションとは電子的に自動車の走行時に現在位置や目的地への経路案内を行う機能でありまたカーナビゲーションシステムと呼ばれる電子機器のことである略して カーナビと呼ばれることが多い。ナビと略されることもあり、ナビという言葉自体がカーナビゲーションを表すようになってきている。本校では主に機器について記す。カーナビは競技には車載の固定式機器だけを指すが、講義にはカーナビから発展した携帯型ナビゲーション装置なども含まれており、本項目ではそれら各種を分類しながら以下で説明を行う。カーナビは 自社の位置を知ることと自社の位置をもとに目的地への道案内をするのが主な機能である。通常はこれらを表示画面上の地図上の表示で行う。同案内は音声による指示を併用することが多い。自社位置を知る仕組みとしては GPS 衛星など GNSS からの GPS 位置情報が基本であるが GNSS だけでは誤差があること、トンネルや 高層建築物や山の陰では上空からの電波が受信できないことからカーナビ内の加速度センサとジャイロ、タイヤの回転に伴う車速信号の情報による自律工法と併用している。経路案内は詳細な道路情報を含んだ地図データを内蔵することにより運転者に対して目的地までの進むべき道を示す。内蔵の地図は カラー液晶ディスプレイ上に表示され、加えて合成音声による進路の案内が行える。製品によっては、渋滞情報や空き駐車場情報の提供や、目標物の疑似立体表示などの付加的機能が備わっているものもある。当初は自動車用の行き先案内を行う、車載の固定式電子装置だけであったが、二輪車用も登場し、 2005年からは採用されている技術の一般化や部品の低廉化、装置の小型化に伴って PND と呼ばれる車載用だけに限らない携帯可能な個人用ナビゲーション機器が現れている。その後、電子技術の向上に伴ってカーナビが提供する機能の多くが小型の電子部品やアプリケーションソフトウェアで実現できるようになり2009年からは 専用機であった PND から高機能な携帯電話やスマートフォンの位置機能に含まれるようになっている。従来からある車載固定形式のカーナビはオンダッシュ型、インダッシュ型、AV 一体型があり、その後登場したポータブル型や PND では車に固定もできるようになっている形式が一般的である。新たに登場したスマートフォンなどは固定方式を含めて 未知数の部分が多い。オンダッシュ型は、ダッシュボードの上に表示部を持つ形式であり、視認性が良い。輸入車をはじめとする一部車種では、カーオーディオ類を取り付けるためのディンスペースが一段、分しかなかったり、そもそもディン規格ですらない場合もあり、インダッシュ型、AV 一体型が取り付けられない車種や、二段ディンスペースが確保されていてもインダッシュ型、 AV 一体型では視認性に難がある場合に用いられることが多い。特に助手席、エアバッグのない車種だと取り付けても前方視界を妨げる可能性は低い。当初はカーナビゲーションのほとんどがオンダッシュ型であり安価なためにディンスペースが存在する車種でも利用されてきたが AV 一体型タイプの普及、ポータブル型の性能向上によって衰退し、 現在では輸入車などの取り付けに制限のある車種を考慮して一部メーカーが生産しているのみとなった。モニターをカーオーディオなどを収めるための一輪スペースに取り付ける形式である。性能はオンダッシュ型と同等、純正および市販のカーオーディオと組み合わせて使う。オンダッシュ型でもそうだが一部の機種では標準で FM、モジュレーターを内蔵しており、 純正カーオーディオで CD、DVD などの音声を FM 電波で出力できるものもある。未使用時、駐車時はモニターを格納できるので車上嵐に遭いにくいと言われていたが、オンダッシュ型に比べて高価であったために狙われることも少なくなかった。アンプ内蔵の HDD 方式の AV 一体型ナビゲーションも一部メーカーで発売されたが、 オンダッシュ型と同様に、AV 一体型の普及により下火となっている。ギャザズ VXH-072CV に、リンサイズ HDD ナビ AV 一体型はカーナビに、カーオーディオとテレビ機能が一体化した形式であり、音声と画像の機能が連携しており、操作も統一されている。通常は二輪タイプのオーディオスペースを占めるので、設置できる自動車に制限がある。操作は、 パネルのボタンだけでなく、タッチパネル式やリモコンを備えるものもあり、音声認識機能を持つ製品もある。上級機種などでは一輪プラス一輪形式もあり、一方の一輪を他の場所に置くことで一輪規格の自動車にも対応できる。また、近年はテスラモーターズに代表されるようなスピードメーターやエアコンの制御画面と一体化して、 社内の情報処理を一括して担う機能を持たせたものが高級車標準搭載品を中心に増加している。他にレクサスや BMW のイドライブなどがある。初期には音楽用 CD のドライブで地図データ用 CD ロムを読み込むために音楽を再生しながらカーナビ機能が使えない製品も存在したがオプションの CD チェンジャーを利用したり 機内に2つの CD、DVD ドライブを持つものや、HDD や SD カードなど、別の記録媒体との併用により、こういった問題は解消されている。上位製品では、DVD ソフトの動画を後席のモニタで再生しながら、前席では、カーナビ表示が行えるものも存在する。当初は高価であったために、あまり普及しなかったが、 価格の下落や機能を割り切った安価な二輪、メモリーナビの登場、自動車の二輪スペース仕様の強化もあって、オンダッシュ型、インダッシュ型を駆逐している。メリットは、収納的に優れていて画面が大きいため操作がしやすく、車内設置に特化しているため車の走行データを受け取ることで精度が高い点がある。弱点としては、値段が高い点と、特に、 日本国外において盗難に遭いやすい点と、搭載データの更新が非常に高額で頻度が少ない機種が多いことなどが挙げられる。また、純正品と呼ばれる、新車注文時に取り付けるタイプのものは車を買い替えた、時に取り外せないことが挙げられる。2011年には、機能的には、単なるモニター付きカーオーディオだが後日のスマートフォンを連携させると、 カーナビゲーションとして利用できる機種もパイオニアなどから発売している。さらにパイオニアからは高額ドライブレス仕様も発売している。三洋電機初代ゴリラポータブル型はカーナビ本体をスタンドから自由に取り外せる形式である。多くの機種がオンダッシュ型のディスプレイ同様にダッシュボード上のスタンドにカーナビ本体を設置する。CD ロームだけを搭載した。 レン機から DVD と HDD の2つのドライブを搭載した上域まで多様である。家庭用テレビに接続できるタイプも多く、DVD ビデオ再生可能機種は DVD プレイヤーとしても利用できる。着脱が簡単で携帯性に優れており、自宅や出先でのバッテリー動作や、また二輪車での利用も考慮されている製品もある。現在では CD、DVD、 HDD モデルの旧来の機種はすべて生産終了され、PND の生産に切り替わっている。オンダッシュ型、インダッシュ型、AV 一体型と比べて安価であったため、今いる場所がわかる地図として使用する、ライトユーザーや、複数台自動車を所有し乗せ替えて使用するユーザー、普及以前のレンタカー会社、もともと地理に明るいタクシードライバーや、 トラックドライバーが使用するケースが多かった。かつては、ほとんどの機種が GPS 情報だけで即位、案内を行っていたため、ビル街等の空が見渡せない場所での表示誤差が非常に大きく、トンネル内では案内を中断してしまうこともあり、据え置き型との価格最上の性能差があるとされたが、GPS 信号を処理するコンピュータの性能向上、 自立広報ユニットの内蔵や車速信号の入力端子を設けるなどして自社位置表示性能を向上させた。また近年ではポータブル型では不可能であった 3D 描写やドライバー目線の表示もできるようになった。防水耐震、強化だ、直射日光下でも見やすい反射型液晶、ヘルメットに内蔵可能なワイヤレスイヤホン、 手袋をしたままでも操作しやすいボタン等を装備したオートバイ搭載用の機種も市販されている。一部大型車種やスクーターではメーカー純正オプションとしての装着も行われている。PND と呼ばれる携帯が可能なナビゲーション用の装置が一定のシェアを獲得した時期があった。現在はスマートフォンの普及により独自の利点が少なくなり、シェアは縮小している。 当初は GPS による位置情報を得る低価格な携帯機器として登場したが、詳細な地図データと加速度センサやジャイロセンサを搭載することで高精度なナビゲーションが可能になった。車両固定型のカーナビとは異なり、タイヤの回転に伴う車速信号を得るようにはなっていないものが多い。一般的には地図情報の記憶媒体には内蔵のフラッシュメモリーか。 メモリーカードを採用し、液晶画面を小型化することで片手で持てる大きさのアンテナや電池まで含んだ一体型の本体形状である。5型から7型のモニターサイズが主流であるが、3.5型といった小さなものもある。低廉な価格で PDA のように、オーディオ再生やカメラ撮影と画像再生機能まで含むものが一般的になってきており、 従来の車載型カーナビの市場を奪う存在になっているが近年はスマートフォンの普及による新しいタイプの機種との市場競争が激しくなりつつあるメリットはある程度安価で持ち運びが自由な点にありデメリットとしては表示画面が小さいものが多く画面が大きいものは設置場所に制約を受けるケースが多いことが挙げられるレーダー探知機に PND 機能を一体化させたものや、気圧計を組み込み、精度を向上させている機種もある。欧米では、以前から、防犯上の理由や日本ほど街路が入り組んでいない、ことから、PND のような機器が販売されていたが、日本でも、高機能を必要としない層への普及や、同時に使用しない、セカンドカーや、サードカーとの共用、オートバイ、 自転車あるいは徒歩での利用などへの市場が拡大している。PND を車載にする場合は、PND 本体を直接ダッシュボードへ粘着テープで固定する形式と、車載用の固定スタンドによって脱着可能な形式がある。携帯電話や PHS、スマートフォンに GPS、GNSS 受信機を搭載し、アプリケーションソフトや通信契約によって、 ナビゲーション機能を提供するものもある。高機能な携帯電話を含む携帯情報端末が、ナビゲーション専用機である PND の市場を奪いつつ、ある。通信機能を持つ、情報携帯端末であれば、テレマティクスによる高度なナビゲーション機能が、比較的容易に実現できるため、通信機能を持たない従来型のカーナビでは、提供できなかったサービスが可能になると期待されている。 メリットは、基本的に通信量のみで、機能や地図データ更新自体は無料化、極めて廉価で提供されている点が挙げられ、デメリットは専用品でないがゆえに現在地などの取得方法が GPS、GNSS に限定されているため、精度が劣る場合がある点や、スマートフォンの電池の消費が激しくなる点がある。NTT ドコモやパイオニアはそれらの欠点を、 克服すべく地図情報をストレージに搭載したスマートフォンに合わせ充電機能やジャイロセンサーを搭載したクレードルや最新の地図情報、位置情報の共有などができるドコモドライブネットというサービスを開始している。またスマートフォンや GPS、GNSS 内蔵タブレット端末では Google マップアプリにナビゲーション機能を搭載しており 音声ナビを含み無料で使用することができる。スマートフォンを車に接続して、車のナビゲーションシステムやディスプレイ搭載カーオーディオとスマートフォンのナビアプリを相互接続するタイプである。アップルのカープレイやグーグルのアンドロイドオートがリリースされている。車に搭載された GNSS や車速センサーなどにアクセスできるため、スマートフォン単体に比べて、 精度の高いナビゲーションが可能になるが、ディスプレイ搭載カーオーディオの場合は、スマートフォンに搭載されている位置情報や加速度センサーなどにアクセスするため、精度はスマートフォン単体と変わらないデメリットがある。これらを複合して即位、地図表示することをハイブリッド即位と称する。アメリカでモータリゼーションが開花し始める20世紀初頭。 道路標識やルート表示の整備不足から道に迷うドライバーが続出した。そんな中、1906年に自動車カルテと呼ばれる即位装置が登場した。この装置は車輪の回転に連動してロール状の地図を巻き上げる仕組みとなっており、20世紀前半まで改良を重ねながら同様の装置が次々に開発された。スクロール式自動地図は 自立工法のみを用いて自社の現在位置を割り出していたため走行開始後一定の地点で走行する方角の微調整を要した。また車輪の回転を検出して移動距離の情報とするためカーフェリー乗船時などには実際の移動を全く反映せず上陸時に再設定の必要があった。1970年代に 民生品の小型コンピュータが普及するようになると、入力した、起点、終点の位置と時間によって、現在位置を推測する、車載用の即位装置が開発されるようになった。初期のものは付属の地図帳が必要だったが、1980年代には、コンパスや運動センサーによって補正し、ディスプレイに地図を表示できる機種、音声によるナビゲートを行う機種などが現れた。 推測広報システムは誤差が大きく、1993年のナブスター前地球一致把握システムの完成によって役割を終えた。GPS の電波広報だけに頼る方式では、当時のアメリカ軍の軍事上の理由から民間用では位置情報の誤差が100メートル程度までしか提供されず、運用の保証もされていなかったことや、トンネル等の電波が届かないところでは、 そもそも利用できないなど問題があった。民生用のカーナビ製品は日本での普及が最初であった。民生用のカーナビが登場し始めた頃には GPS による電波工法と自らのセンサー類に基づく自立工法が組み合わせられ、さらに CD ロムに記録された道路地図情報を必要に応じて読み出し自社走行経路の情報と称号することで正確に 自社位置を特定するマップマッチングという方式も取られていた。その後、地図情報は記憶容量のより大きな DVD も採用されるようになり、アメリカによる GPS 衛星の安定運用への配慮と高精度サービスの開放、車載用 TV 受像機やカーステレオセットなどとの一体化などもあって本格的に普及していった。その後は、 ディファレンシャル GPS によって位置精度をさらに高める工夫や道路交通情報通信システムによる渋滞情報や規制情報といった交通情報まで得られる製品も一般的になっている。近年では DVD に代わり HDD や SSD を搭載することにより動作の高速化、記憶容量の拡大が図られた製品やテレマティクスによる通信機能で 地図情報などを更新できる製品や、ワンセグ TV 受像機、デジタルオーディオプレイヤー、インターネット接続といったデジタル機器類と融合した製品も登場している。また2010年代に入り GPS 以外の GNSS に対応した製品も出始めている。これによって、それまでの失敗に終わって、研究断念していたジャイロ式カーナビから、 研究方法が2段階ぐらいがらりと変わった。日本が世界一のカーナビ大国であると言われていた当時は、海外での車両の広報システムは、軍事用や救急車両のような緊急車両用が主流であり、民生用としては、趣味品あるいは一部の技術的思考者向けとしての位置づけが強かった。その後現れた簡易型のカーナビとも言える、PND は、 タクシー業者をはじめ個人でも普及しており、インダッシュ型の AV 機能などの付加価値付きカーナビは、もっぱら高級車に限定して普及している状況である。海外メーカーには、ガーミンや LG フィリップス、トムトム、モトローラ、IBM、フィリップスなどがある。世界最大のメーカーであるガーミンの生産台数は、年間1000万台にも上る。それに対する、 日本メーカーの生産台数は100万台以下であり、多機能化と高級化に傾注するあまり、国際市場を得る機会を逃してしまった。ただし、2010年現在のカーナビゲーション市場においては、日本メーカーの生産台数は1割以下だが、日米欧における金額上のシェアは3割以上のため、ハイエンドに特化した戦略とみなすことも可能であり、 日本メーカーの取り組みも一概に否定はできない事実。トムトムもインダッシュ型カーナビを作ってクライスラーに OEM 供給している。なお、今後の市場予測としては、インダッシュ型は今後も増加傾向が続くが、PND はスマートフォンカーナビへの移行及びインダッシュ型カーナビの価格低下により市場が縮小するとみなす調査報告もある。欧米各国でも、 日本と同様に、住所を入力していって徐々に絞り込み検索が行われ、目的地を確定、そして、ルートマップと音声案内機能でガイドすることは日本と変わらない。著名施設は大抵直接検索可能である。カーナビ用に用いられる電子地図の表示と案内のシステムは次の機能を持つのが一般的である。 同じような地図データを見やすく表示しようと、メーカー各社が工夫している機能に次のようなものがある。日本では、1999年11月から、道路交通法第120条第1項第11号において、自動車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持して、これに表示された画像を注視する行為に罰則が設けられたが、カーナビは手に保持しないもののため、 単純な中止は2004年11月以降の法改正後も依然罰則対象にはなっていない。しかしながらも運転中の脇身による集中力の低下などを抑止するためパーキングブレーキに取り付けたセンサーや本体の車速センサーと連動させることによって走行中の一部の操作が制限されたりテレビの映像が表示されなくなる機種が存在する。日本の企業は 世界中でナビシステムを輸出しているが日本で現在販売されているモデルだけにテレビ視聴用のチューナーが組み込まれている自転車モードを備えたポータブル機自転車のカーナビゲーションであるサイクルナビゲーションも発売されている専用の機種や自動車用のポータブルナビゲーションにサイクリング機能を付加したものもある専用機種には 日本国外メーカーのものが多かったが、2011年には、パイオニアも参入した。自宅に、テレビがなく、カーナビのみを所有する女性が、日本放送協会に対し、受信料契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた、訴訟を起こしたことがあったが、2019年5月15日、東京地方裁判所は、カーナビは、テレビ放送を受信するためではなく交通案内の、 ために購入したとする女性側の訴えを退りけている。ありがとうございます。